お、やばい。ビュッフェスタイルその2。おい、うわ難しい。うわ、おいおい、あ、はい、僕悪気も寒くもない。うわちょっとボッとしちゃった。危ねえ、魔法でスリー、これ逃がせそう。筋力なんかに負けんなよ。自分のクローンを作ってみる。ハッピーニューイヤー1997。いつの時代の人間なんだお前。あ、え、これあれじゃない、インベーダーじゃん。すごいな。はい、あ、当たっていく。あ、難しい。逃がしていく。やっぱ難しいよ。はい、ジェットコースター。はい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 、ナイス。はいはい、え、反射神経。はいはいはい、俺は自信があるぞ。はい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 、オッケー、60ポイント。サンクス。あ、あのクソ女。ちょ、あんまこういうこと言っちゃダメ。なんだこれ。あ、スクラップにされる。泉に着くかも。マジかよ、シャー。あらら、え、楽しそう。く、おバカな子供たち。お遊びはここまでよ。これよりあんたらの意思と無関係の監禁を開始します。保護カプセルを投下されていく。外れましたね。今のは外したんじゃなくて戦略的調整。奥に湖が見える。もう一回投下しねえのかい。空のカプセル4個しかないから。4個しかない、今ので終わりじゃん。あ、わかった。じゃあ、ここで驚きの展開です。あ、出るぞ。あ、あ。ノエル、お前ら裏切ったのか。裏切り者には制裁を加えないといけない。スジ、お前、こいつに耳を貸すんじゃねえ。裏切り者だぞ、こいつは。そのジェットコースターかっこいいね。あ、ノエルのもな。よりのはただのソリにしか見えない。いや、もどかしいな。顔が潰れている。我が愛しのノリよ、恐るる流れ。なんなんこいつ。グレアムで光る鎧に身を包んだ超絶かっこいい騎士様のお出ましさ。あ、よりによってバードリーなんかに助っ人頼むのかよ。く、頼んでない頼んでない頼んでない。こいつ勝手に来た。なにこいつ、意味不。いや、めちゃくちゃ面白いなこいつ。まもなく我々はこの世界の支配者となる。そしてこの愚か者のハビコルチをスマートピアに変えるんだ。これこそ真の科学至上主義社会の幕開け。世の天才たちが新鮮なフルーツとデザートの海を自由に泳ぎ回る世界。カオスすぎる。君たちのような単細胞生物に足を引っ張られることもなく。そしてその実在の鍵となる存在が、そう、僕とノエルのさ、黙れ鳥頭。僕ら二人、ライトナーの力で。それはライトナーのことですよね。いや、もう文字がヤンキー。うん、言った。バードリーさん、あなたは騙されているのよ。あ、君はきっとそう言うとクリーン様も言っていた。うん、言った。クリス、よく聞きたまえ。僕も正直君に同情する気持ちがないわけじゃない。スージーはさておき、君には以前から可能性を感じている。こちらにつけば、いや、館のトイレ掃除係くらいには引き合っていいぞ。そっちにつきます。なんだその疑うような口調は。そう、うん、そんなに自分の可当性を証明したいのなら。かっこいい。喜んで協力してやるよ。まさかお前と戦うことになるとは。お、神曲じゃない？みんなで体当たりしよう。HP やばいけど。クリス、君が僕の邪魔をするのは僕には気持ちがやってるから。え、はい、難しいよ。おいや。おう、おう、難しいよ。おう。OK、ナイス。1人 6% か。クラスの3番手として、どこから僕とノエルの
半熟果実的成功を見ているのに嫌気がさしてんだんじゃ。お、 A プラス100点や。おいおいおい、クイーンに助けを求めた。しかしクイーンは電話のフルしか最低。はい、みんなで体当たりする。はい、どうよ。だが君は勉学に励むこともせず、数値と手を組む僕たちを陥れようとした。 NO NO NO、 これを利用しよう。はい、あ、でもかっこいいなこいつ。体当たり、おいおいおい、律儀に全部当たってくれる。つくづく気の毒なやつだ。クラス随一の乱暴者と泥水遊びとは。お前を仕掛けてきた。はいはいはい、はい、当たりに来てくれる。クライクイス懲罰のつむじ風を。はいはいはい、オッケー、慣れてきた。おいおい、はい、オッケー。バードリーのジェットコースターは具合が悪そうだ。あと1回体当たりで勝てる。勝ったんじゃない？まだだった。数字100点取ってみたいかい？今お見舞いしてやろう。A ランク、スプラトゥーンでいう A プラス。さあ、とどめだ。死ね。うじゃん。なんかメトロイド、そんな僕のコースターがこんなはずじゃないのに。クイーン様助けて。焼き鳥になった。はいはい、ちょっと待ってなさい。ここであんたらに最新ニュースをお届け。なく助けてやれよ。このジェットコースター、なんと、未完成、前夜君と二人、いた。おおほほ。今誰か咳した。いてて、ここはどこだ？行こうぜ。くさ。お、見ろよ、俺はこのゴミ山のポスターなんつってな。誰も笑ってない。いけ。スージー大丈夫ですか？ダサいな。こんくらい全然平気だぜ。こんなもんただの骨折した。僕が見てあげようか。嘘やろ。おお、癒しの力。広くなってねえかな。え、スージーも回復を覚える。いや、覚えてほしいな。ちょっと戦闘にめっちゃ役立つ。お前に近づけられずに済むし。じゃあ今度一休みするときに教えてあげるね。もう今教えてあげて。ゴミは去った。ダックキャンディーを見つけた。おお、いいね。回復系はマジで嬉しい。こっちにも道があるぜ。おい、ネオン街、僕の時間とこの世界をトレード。え、鍵がかかっている。俺はさ、ここで電話したらどうなるのか気になるのは、俺だけ？ここで電話したらどうなるのか、やってみようじゃないか。俺は絶対何か起きる気がする。ナンサは？何もならない。ああ。ガスか。え、でも、どこでも鳴る感じ？ああ、なんだ。全然レアじゃないじゃん。あれ？分かれ道だね、クリス。ここは二手に分かれて進むのがいいんじゃない？クリスはどっちと一緒に行きたい？やっぱラルセ。いや、てかさ、なんでいつもクリスばっかり行くんだよ。
ラウス、てめえは俺と来い。最悪。トビーフォックスのカラーコーン、こういうゲームなんで許してみたいな。Welcome to Hotland。 あ、下に車ちゃんがいっぱいいる。 Yo、 ジェットコースターはメンテナンスに入るらしい。困るな、我々の唯一の公共交通機関なのに。ジェットコースターがいいね。めっちゃ楽しそう。あ、危ない。なにこれ。あ、そういうこと。時間以内に撃とう。 OK、 ナイス。あ、強そう。なんじゃこいつ。ゴミは漁った。20円見つけた。マネーホールに加わった。どういうこと。ちょ、いいところでイルカもどき。一人で戦うのきついな。ボヤンボヤのマスコット誰かに注目し、クリックすると何かがある。 OS2000 のみ。おい、ちょっとクリックしたい。むずっ。何これ、めちゃくちゃ難しい。クリックするか。悪魔召喚講座のポップアップ広告をうっかりクリックしちゃった。ふざけんなよ。あら、死んじゃった。画面オペラコンティニュー。うわ、いや、こいつをどうやって倒すか。とにかくクリックしよう、クリック。スパゲッティでナイフを作る方法。絶対無理。原子構造から違う。マジです。難しいな。いや、難しい。ブロック。C を連打して、ここ、ブロック。ラララララララ。OK、ナイス。ハッピー。ハッピー。じゃあ広告がなくなったおかげでめちゃくちゃ避けやすい。みんな逃がす。おたそじ、ああ読めなかった。はいはい。ああくそ、ちょっと難しい。じゃああと一回食らったら死ぬ。あらら、死んじゃった。なんだ、ポップアップがポップアップした。ポップアップテンポ、ブロックしよう。ブロックシシ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 シ、オッケー。テン、あ、です、ブロック、ハッピー。はい、じゃこれちょっと受ける練習しよう。マジで下手くそ。ここクリック、ここクリック。うざい広告が。勝てる。ああ、間違えちゃった。
いやマジで難しい。逃がす。やっと勝った。オーケーナイス。回復はでかい。おいノエルどうしたんだ。え、クリスなんで。私の可愛いノエルちゃん。俺は私はいないことにし。ノエット。こいつ怖いなマジで。あんたにはまだ自分の意思で下僕になる仕事が残っているんでしょ。クリス、どうやら私たちの同志はエスケープキーでエスケープしたようです。読めた。こうなった以上、あんたと私のチームメイトを見つけるために、あんたと私は一時停戦する以外にせん。胸熱。クイーン様、僕の素敵なクイーン様どこですか。あ、やばい。おい。その状況はえぐい。また見ちゃった。あ、クリス、君は僕が探している生命体ではないな。なんだその言い回し。おやおや、君の60点チーム。残りのメンバーは？まさか君仲間に見捨てられたのかい？はっ！これは傑作だ。通信なんかを信用するからそうなるのさ。え、ノエルとクイーンさんがどこかって、あの二人はどこかでレトロゲームやってき、忙しいのさ。こいつの子は腹立つわ。あ、こうなった以上、君と僕、双方のチームメイトたちを見つけるために。あ、おお、これは胸熱展開。仲間になった。おや、今何か聞こえなかったか。ただの街の騒音よ。何このカオスな状況。クリス、私との停戦、バードリーとのよりいい。バードリーの気をそらしつつ、ノエルを探しなさい。今、お前の股の下にいたよ。バードリーは。まあ別に悪いやつじゃないけど、だいぶうざいだけで。ではでは、のし。あいつ気づかなかった。ザ・東大元暮らし。ちょ、これ、ハンズ、無理無理。クイーンと今、ノエルが仲間になっちゃった。クリスマスプティングってどんな味だろうという興味のパワーがみなぎった。セーフ。よし、今回はここで終わり。また見てね。バイ、ワイ。